よし、お肉見て、見に行きましょう。お肉どんな感じになったかな。おー、いい焼き色。食べよう食べよう。モスコチャンネル。よし、バーベキューするぞ。どうですか、このお肉。イエーイ。ということで、今日私、モスコは人生で初めてのグランピング。グランピングは手軽にできるキャンプなんだけど、今日は一人でバーベキューします。いただきます。うわー、まあお肉見て。え、何から食べよう。さつまいも焼いておこう。まずさつまいも焼きに行きましょう。これ入れますね。これを入れて、うわー焼いちゃう。もうどんどん焼いちゃう。ごめん、カメラ気にしないで本気食いしていいかな。お腹空きすぎてカメラのこと気にしないで食べちゃうわ。もうどんどん焼いちゃう。お野菜も焼いちゃう。そしてこの手羽先、軟骨もあるよ。うわー、お肉いっぱい。あら、ひっくり返っちゃった。さあ、ちょっと食べよう食べよう。あ、で、これ蓋閉じるんだって。開けっぱなしにしちゃダメみたい。こう、次これなんだろうね。このお肉は骨付きのソーセージでしょうか。骨付きのソーセージって私初めて。手羽先、軟骨、これは何かしら。あら、忘れちゃった。さっき言ってたんだけど、こういうおしゃれなバーベキュー初めて。このよく海外のさ、映画とかでよく見るけどね、このやつ。好きな時に好きなだけ。あなたは誰を見る。さあ、お肉を持ってくるわ。うわー、食べよう。どんどん焼いちゃおう。ここね、9時までよ、みんな。9時まで覚えとって。今何時。あ、やばい、あと50分よ。野菜もどんどん焼いちゃおう。さあ、持ってきたよ。ほら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 。さあ、じゃあいただきますよ。ほら、これも焼いちゃおう。よし、じゃあ私は悪いけど本格的に食べる準備入るよ。うわー、美味しそう。見てー、お肉、ほらー。うん、美味しい。最高級。うますぎ。最高。眺めもいいしね。みんな明日のさ、朝のね、景色すごいよ。ね、みんな骨付きのウインナーなんて食べたことある？骨付きのウインナー初めてよ。いただきます。ちょっと、うわ、スパイス効いてる。クミンとかあの味がする。ちょっとカレーのようなニュアンスのスパイスが感じる。スパイスとハーブ。そしてね、加工肉っぽくなく、こう肉肉しいというか肉感がある。ちゃんと美味しい。食べ物があったかいってさ、本当に当たり前のようで当たり前じゃないじゃん。すごい幸せ。波の音。そう、目の前にね、海あるの。ごめんなさい、これ海なのか、ごめんね、もしかしたら湖かもしれないか分かんないけどね。え、波の音いいわね。本当に本当幸せ。うん、ちょっとお肉や見に行こう。ちょっとセッティング変わっちゃうけど、いらっしゃい。美味しそう。うわー、手羽先もいい黒いね。この串もいい感じね。うわー、美味しそう。見てよ、水の神、山の神よ。私にこの手に。いや、このままいっちゃっていいですか。うわー、いただきます。何これ、柔らか。お肉柔らか。これたくさん食べたい。おいしい、おいしい。お肉柔らかいのにすごい肉汁と旨味が。あ、ピーマンおいしい。エリンギおいしい。本当に最高。やっぱここで食べようかな。あ、もしくはこれを。ちょっと待って、これベストアングルじゃないの、これ。ねえ、ベストアングルじゃないのね。あ、ここでここでやるわ、こうやって。うん、これもね、あるか最後ね、今焼いてんの。あと20分。嘘でしょ、まだね、こっちもあるのよ。これもお肉じゃんじゃん焼いちゃおう。お、ジュージュー行ってきた。な、長、早すぎな。じもう1時間経ったの？今焼き始めたのに。だってそっか、中で食べればいいのか。どうしてそういう発想するの、そういう素敵な発想をさ。あったまいいじゃん。これもあるの。
あ、いい匂い、いい香り。あ、みんなとバーベキューなんてのもおつでしょ。これは何人に前、一人の前、すごい量でしょ。お一人様でこの量すごくない？なんかサーロインステーキも一つだけ、これ一人の量やばいでしょ。海鮮もついててエビもついてて豪華すぎんのよ。あー、いいね、いい音、ジューッと。うわー、じゃあちょっと 手羽先いただこうと思います。うん、あ、ステーキ焼かないとね。今何分？あと10分。 OK、 やばいやばい、時間ないよ。レアで食べよう。うわー、熱々、湯気すごい。え、なにこの肉、なんでこんな柔らかいの？めっちゃいい肉使ってる、絶対そう。おいしい。よし、やばい、私設定変えてた。今ここさ、こうやって押しちゃってたみたい。やばい、全然火通ってない。あと何分？あと2分。うわー、贅沢、見て。いただきます。うん、おいしい。あー、なんでカニってこんな、あ、カニじゃない、エビっておいしいのかしら。ちょっと見てみますか。うわー、やばいやばい、もう時間だよ。うわー、美味しそう。あ、すいません、本当に、あ、ごめんなさい。あー、あー、見て、できたよ、お肉。これはあの室内でちょっと食べていこうかなと。で、みんな明日ね、朝食ね、9時だって。すごくね、朝食もついてて、ほんとホテルみたいな感じになってるんだよ。これ反対側ちょっと見る？反対側もすごいのよ、見てて。でもこういう風になってて、ここすごくない？ここ、私もね、ほんとこういうの初めてで、グランピング。あ、ほんとに一人ではね、もて余してしまう、ほんとに。っていうのも、これここね、多分ね、家族用なのかな。ベッドの数がね、1、2、3、3つある。まずここでしょ。おしゃれじゃない？うわー、素敵。で、今お部屋でしょ。あ、で、今部屋が全部、今ので広い、広い。うわ、広いわ、ここ、びっくり。お風呂ね、大丈夫？見て、うわー、すごい広いのよ、ほら。これ私のお風呂だよ、一人の。私が何人入れると思ってる？広い、お風呂広い、お風呂広いよ。ほら、足伸ばせるんだ、こうやって、ほら。で、なんとここのお風呂、実はね、すんごい景色がいいの。ただ今夜だからな、あの、見えないんだけど、残念。うん、モスコチャンネル。わあ、みんなほんとこれ、あの、あの、いいと思った人来て、ほんとに来てあげて。できたばっかりなんですって。この宿泊スペース自体が3つしかないの。だからあれなの、あの、少人数のお客さんをおもてなすみたいな感じなのよ。めっちゃこのプライベート感やばいよ、ほんとに。なんか自分の別荘みたい。やおしかもね、あの、値段とかも、いや、これあの プロモーション含んでないでね、みんな、ほんとに。私がここ自分の足で自分で見つけて、たくさんの中からここね、チョイスした。あ、やっぱりよかったと思って。
じゃプロモーションも PR も含んでませんので全く。じゃちょっとね食べましょう。サラダいただこう。あ、パンからいただこうかな。うわ、おしゃれサンドイッチ。うん、うわー、サクサク。このフランスパン美味しい、最高。でもまずやっぱ値段だよね。値段もそこまでね、目玉が飛び出るほどのものじゃないのよ。グランピングの予算範囲内っていう感じだったの。ちょっとね、多分びっくりするかも。え、ちょっとこれ言っていいのかな。もうみんなちょっと予想してみて。ちょっとやらしいからさ、指が何本、あの1本2本でいこう。3本、4本、5本。あ、ちょっと待って、私答え知らないわいやー、これすごいよ、やっぱり本当に。実はなんと 3.5。 やばいよね、ここやばいよね。すごいね、もう本当にスタッフの方が本当にいい方でね。バーベキューと朝食、これは別料金って思うでしょ。込み込みやばいの、外の、そうなの、ホテルみたいなあ、でももしかしたらだけど、みんなあれだからね、あの季節限、あの季節によって変わると思うよ。あとやっぱ土日とね、祝、あの平日だとやっぱそれもあるのかもしれない、もしかしたら。いやー、いいなこれ、サクサクのパン美味しい。ちょっとサラダもね食べなきゃ。あら、これ何、シーザーサラダかな。わー、ちょっといただきましょう。地元で採れたお野菜使ってんだって。で、みんなさ、もしここ来たい人いたらさ、私の名前出して恥ずかしいから、 TikTok クリエイターの人がここ紹介してたんですよねって言ってみて。もう本当に私はもう本当プライベートでもう来たいぐらい、ここ本当気に入ったからさ。まあちょっと少しこうコンビニまであるっていうのと、でもね、許容範囲だと思う。アイスあるっていう自動販売機、あそこ実はね駅なの。まあゆっくり歩いてたけどね、私。まあ早く歩いたら20分とかなのかもしれない、多分。そう、一生懸命やってる。そう、それが伝わるのよ、真心込めて。すごいね、細部までね、隅々までこだわって、こういうあのディフェンス、ディフェンダー、すごいこだわり持ってっていうのがすごいね、伝わる。うん、ゆったりと流れる素敵な景色を見ながら食べるお食事は心も体も大満足です。流れる時間に身を任せ、ゆったりと心からリラックスする、本当に素敵ですね。さて、私は次のスポットへ。次はなんとあれを体験します。ねえ、素敵。この光も本当にいい光が込み、ここコモコロモラ込み出してる、こもぼら、こもれてる。うわぁ、絶景。うわぁ、すごい。本当に素敵なところだったわ。うわぁ、ご覧ください、すごい、見て、海の目の前に宿泊施設ですよ、ここ。グランピング施設、一人グランピング。いや、本当にここ選んでよかった。私本当にここ選んでよかったわ。あ、あれが大島か。見えるかしら、あれ大島だ。やばー、すごいいいとこだわ。みんなただいま、お待たせ、みんな。チャンネル登録と高評価お願いします。コメントもね。